長妻明、長妻明、長妻明、1960年、昭和35年6月14日帯は、日本の政治家。衆議院、議員、7期、立憲民主党代表代行、選挙対策委員長、東京都連合代表。厚生労働大臣、第11代、第12代、立憲民主党政務調査会長、民進党代表代行。 民主党幹事長代行、民主党代表代行などを歴任した。東京都練馬区生まれ、東京都立練馬高等学校を経て、慶応義塾大学法学部法律学科、民法、新田里ゼミ卒業。大学卒業後、日本電機、NEC に入社し、大型コンピューターの営業職を務める。その後実況ビジネスの記者に転職し、主に金融、行政、 政治分野を担当した。1992年、大前健一が立ち上げた平成維新の会に参加し、事務局長代理を務める。1995年の第17回参議院議員通常選挙に平成維新の会公認で立候補するも落選。その後、新党先駆けに入党し、1996年の旧民主党決闘に参加する。 1996年、第41回衆議院議員総選挙に、旧民主党公認で、東京10区から出馬するが、自由民主党公認の小林公記に大敗。辞典も新進党前職のサ島宗明に奪われ、重複立候補していた比例東京ブロックでの、復活もならず落選した。2000年の、第42回衆議院議員総選挙では、東京7区に国返し、 民主党公認で出馬。自民党前職で北海道開発庁長官や沖縄開発庁長官を歴任したカスヤ・シュベルに比例復活すら許さない票差をつけ、初当選。カスヤはこの敗北が永遠になり、政界引退に追い込まれた。二0二年九月の民主党代表選挙では、同じ東京都選出で当時幹事長だった菅直人の推薦人に名を連ねる菅は、 岡田克也を破り当たり、2003年の第43回衆議院議員総選挙で再選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、東京7区で自民党の松本文明に敗れたが、重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、参戦。2009年5月の民主党代表選挙では、中堅、若手を中心に出馬を期待する声が上がったものの、 立候補を見送り、副代表を務めていた、岡田克也の推薦人に名を連ねた、岡田は、鳩山幸男に敗北。同年8月の第45回衆議院議員総選挙では、東京7区で松本を大佐で破り4選。選挙後に発足した鳩山幸男内閣で、厚生労働大臣に任命され、初入閣。合わせて、年金行政の抜本的な見直しを推進するため、 企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当する国務、大臣、年金改革担当大臣を兼務。鳩山の退陣に伴い2010年6月に発足した菅内閣においても引き続き入閣した。同年9月、菅第一次改造内閣の発足に伴い厚生労働大臣を退任し、民主党筆頭副幹事長に就任。 閣僚を経験者の副幹事長への起用は民主党内では異例の広角人事とされ内閣改造に際して閣僚人事の検討を主導した当時の内閣官房長官千国義とは長妻君の職員からの評判はすこぶる悪いかといって交代させるとダメという楽輪を押すことになると周囲にこだとの報道もある厚労省退任に際し 長妻自身はわずか1年間での退任に未練を滲ませた。2012年、衆議院厚生労働委員長に就任。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では与党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、東京7区で自民党現職の松本を破り、5戦、松本は比例復活。なおこの選挙で、 東京都の25の小選挙区で当選した民主党候補は長妻と長島昭久の二人だけであった。2013年5月、民主党幹事長代行に就任。2014年、政調会長代理に再び就任。同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、再び松本を破り6選、松本は比例復活。この選挙により、 東京都内で唯一民主党が勝利した選挙区となった。同年12月末、元農林水産大臣、赤松博多から党内リベラル勢力の支援を受けて2015年1月の民主党代表選挙に出馬を表明。支持基盤が重なっている元農林水産副大臣、篠原隆史との候補一本化に成功し、推薦人に赤松や篠原のほか政界での名誉、 後述、山井和則、慶応大の後輩で、平成維新の会へも共に参加した、風間直樹らが名を連ねたが、3位となり決選投票に進めず敗北。岡田発足後は、党代表代行に就任した。2016年3月、民主党と維新の党が合流して結成された、民進党に参加し、執行部発足後も代表代行に留任した。 2017年民進党代表選挙では、枝野幸男陣営の選対本部長に就任し、菅直人や有田義夫らと共に、枝野の推薦人となった。前原執行部発足後は、党選挙対策委員長に就任。また、同年9月12日には、民進党東京都連会長に選出された。2017年9月28日の、 両院議員総会で、前原が10月の第48回衆議院議員総選挙に、民進党公認候補を立てず希望の党との事実上の合流に踏み切る方針を提案し、了承された後、10月3日に枝野が立ち上げた立憲民主党に決闘メンバーとして、名を連ね代表代行に就任した。選挙戦では、松本を、またしても寄せ付けず、7戦、 松本は比例復活。10月26日、執行役委員会で、政調会長の兼務が決まる。12月4日、立憲民主党東京都連が設立され、会長に就任。2018年10月24日、立憲民主党選挙対策委員長を兼務する。2019年1月28日、政調会長の兼務を解除。子供手当の意義や目的については、 平成23年度の制度設計で検討するとした。2010年8月27日平成22年度版厚生労働白書を閣議決定したが、関東に厚労行政についてお詫びしたり、端末に厚生労働カルタを添付した異例の内容であった。長妻は自身のホームページでも長妻カルタを掲載しており、白書でのカルタ添付も長妻が指示し、 意向が強く反映された形となっており、省内からはまるで長妻白書だ、幹部とのも漏れていた。2009年10月20日、長妻は日本政府として初めて相対的貧困率を公表した。日本はメキシコ、トルコ、アメリカ合衆国に次いで4番目に高い、自公連立政権が貧困率の公表を避けてきたのは、 削減目標設定を余儀なくされることを嫌ったことが一因とされるが、長妻は数値算出を支持するとともに、ナショナルミニマム、政府が国民に干障る最低限の生活水準研究会を発足させた。毎日新聞は長妻について、社会保障制度改革で実績を上げることができなかったが、貧困と向き合ったことは成果に上げることができるとしている。 厚労省就任後、長妻の肝入りで発足させた若手プロジェクトチーム PT が平均年齢33歳の職員34人が6チームに分かれて業務効率化やサービス改善策について無記名のアンケート調査行った。その結果、現在使えている上司について当てはまると思うものはどれか複数回答政務三役というアンケート項目に対し、 政務三役のおごりを感じると答えたのは48.0%であった。また、自由意見に政務から優先順位がなく、現実的なスケジュール感のない宿題が山ほど出されていることが問題などがあった。2010年7月28日、このアンケート結果の報告会に出席した長妻は、この結果に対し沈黙したが、長浜博之厚生,厚生労働副大臣は、 奢ってていいるるのの意味が一体何を指しているのか政治家は国民意識から離れている場合は選挙で負けるが公務員にはそういった機能がないと反論した職員の本音を突きつけられた長妻は提言してもらった方々の勇気と労力に敬意を表しすと語った立憲民主党内における憲法改正論者として知られる憲法9条の改正や緊急事態条項の 創設には賛成している。2007年10月の衆議院構成、労働委員会における長妻の与党というものは一度でも政府の不祥事を追求したことがあるのかという発言が自由民主党の茂木ギト構成、労働委員長により会議録ら削除されていたことが判明した。これに対し、長妻は2008年2月8日、衆議院に予算委員会で 今は戦前ですか戦時中ですかと与党を批判し削除された発言の復帰を求めた。その後も国会において再三抗議し記録の回復を求めた。2008年3月26日、茂木敏と市厚生労働委員長は長妻の発言は議場からの不規則発言に対して発言したものであるため発言者は死後に応酬することができないとしている。 本会に先例集に基づき削除したと説明した。通常こうした行為は、理事会の合意を得て行うのが慣例であり、委員長の職権で削除したのは極めて異例。国会の会議録削除は、野中広文の発言以降、11年ぶりであった。2008年5月14日28日の厚生労働委員会では、長妻が同委員会に配布予定にしていた資料、 発言者は死後に押収することができないという理由で委員の発言を削除した先例は衆議院と参議院でもなかったとする資料2枚を理事会が配布なかったことについて抗議し説明を求めた。茂木ギと委員長は理由として理事会で不適切と判断された他の委員や参考人は資料を自分で配っているなどと説明した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。